今日は一種地方、第5世代環境ですね、の中で一番人気があるポケモン、シャンデラを、使っていきます。これシャンデラってポケモン、人気投票があるたびに、多分ここ直近3回は、一種地方の中では、1位を取ってるはず。なんか人気なんだよな。見た目、ビジュアルとかがいいからかな。で、特攻種族地も、禁止伝説級ポケモンを除くと、電磁木ズガードーンに次ぐ第3位ということで、さらに卵グループがあるポケモンの中では、第1位という、圧倒的な数値を誇っています。で今、ザシアンに対して打点を持てる炎タイプが、ちょっと強いっぽくて、さらに特性がすり抜けなんで、このシャンデラってポケモンはね、すり抜けなんで、相手の壁展開の補正とかを無視して攻撃できる点も、評価されてると。相手のパーティー、残念ながら壁展開でもなさそうだし、ザシアンも入ってないんで、さっき言った強みを活かせないんだけど、でもクレセリアとかいるし、シャンデラが気合のタスキ持ってて、対マン性能が高いんで出しますか。初手バドレックスで暴れ散らかして、化けの皮ってライアンカイアンできるミミッキと、気合のタスキ持ってるシャンデラで詰めていくみたいな。よろしくお願いします。海王が今の環境で一番強いらしいからね。てか昔っていうか、第5世代の時の夢特性がね、このシャンデラってポケモン影踏みだったんですよ。で、影踏みって、メガゲンガーとか、ゴチルゼルを思い返してみればわかると思うんだけど、めちゃくちゃ強い特性で、もし影踏みシャンデラが対戦環境で解禁されてたら、今までの生態系がぶっ壊れる、頭おかしいってユーザーから言われてたんだけど、結局解禁されなかったどころか、自作の XY では、影踏みがなかったことにされて、特性すり抜け、今の特性すり抜きにサイレント修正されてるっていう、エピソードがあるんだけど、これって打ち合い勝てるんかな？相手の海王がダイマックスしてくる。海王がってなんかダイマックス前提だと、全てのポケモンに打ち勝てるらしい。ナットレイとかはさすがに厳しそうだけど、そういう明らかな対策してないポケモン、サンダーとかだったら、海王がダイマックスすれば打ち合い勝てるらしいから、なんか今多分こいつが一番禁止伝説系ポケモンの中で使用率多いまであるね。少し前はザシアンだったんだけど、多分今はもう海王がの方が多いんじゃないかなってレベルで、使われてる。一方のグラードンは全然使われてないんだけど、とりあえずダイマックスし合って、これ打ち合い多分勝てないよな。一応、バドレックス自体はかなり耐久があるポケモンクラスで、ダイアースを打つことで特防を上げることができるから、2発水アド耐えたらいけそう。大ストリーム。弾だと耐えなさそうで、弾だと耐えそうって感じ。強すぎてバロータ。いやー、弾か、これ無理だよな。ここで特防1段階上げても次の大ストリーム耐えないから、苦しい苦しい苦しい。バドレックスもダイマックス切れば対マン性能めちゃくちゃ高いみたいな。もうザシアン以外には打ち勝てるみたいな言われてるのに。これは、一回ダイオールか。ダイマターンを枯らしていく。てかシャンデラの他にも、似たような事例があって、今環境で猛威を振るっている、サンダー。待てよ、ここをミミッキュン下げるか。バドレックスまだ取っといていいよな。相手の海洋外が命の玉って分かったから、ミミッキュン上取れるから、ミミッキュン無理やり後投げして身代わり連打で玉溜め稼いでじゃれつくで仕留めるみたいな、ムーブでいくか。そうサンダーね、あれも第5世代の時の夢特性が飛来神で、飛来神あれね、電気技無効にして自身の特攻を上げる特性で、めちゃ騒がれてたけど、結局解禁されなかった。将来的にサンダは、飛来神ではなくて、静電気になって環境に帰ってきて、これはこれでめちゃくちゃ強くて、今現在多くのプレイヤーをハゲさせる、ストレスの原因になってるんだけどね。ミミッキュ無理やり後投げ、で相手の海洋ガに玉ダメを与えていく、でダイマックスが溶ける、でこっから身代わり連打で、相手多分玉オーガで暴れ散らかして、クレセリアから、三日月の舞して海洋ガ再生してもう一回暴れ散らかすみたいな、パーティーだと思うんだけど、海王が初手に投げてきてるってことは、クレセリアもいそうで、ちょっととりあえず身代わり連打で、身代わり連打して、海王がが、玉海王がが、HP に努力値を振ってる可能性があるから、じゃれつくで倒せないんだよね、この HP の海王は。つまり、ミミッキュで身代わり連打して、こいつピンチの時に攻撃力が上がる木の実を持たせてるから、そのラインまで身代わり連打で、HP を能動的に減らして対応していかなければならない。昔はデータとしてあったけど、今はないみたいな。さっき紹介したポケモンの特性もそうだし、ダイバの謎の場所とかね。あれって開発陣が、解析勢相手に似ちゃるために意図的に仕込んだトラップなのか、もともと解禁する予定だったけど、
解析情報によりバレてめちゃ叩かれたから、やっぱ出すのやめとこうみたいな感じにしたのか、どっちにしろ後出しじゃんけんで言い訳できるから最強のシステム、そう思いました。これで身代わりで HP が4分の1になったんで、チーラ発動で攻撃アップ、引いてくるんかな、受けれるポケモンいないってこと、海洋ガとクレセとあと1匹のポケモンが、何か分かってないんだよな。相手のラス位置がミミッキーとかだと負けそうだけど、それ以外だと、どれが出てきてもワンチャンあるからって感じで、ここはジャレツク打ちますか。引いてくるかな、ここで。いや、ここで引いてくる感じね。これクレセリアだと思うんだけど、トリックルーム張ってきたら、こっちのバドレックスがトリル展開で逆に無双できるんで、ちょっと待って、ここ外したのやばいよ。ちょっと待って、ここ外したのちょっとまずい。ここ当ててくれないとちょっときつかった。ちょっと待って。なんで外してんのこいつ。おちんちんミミッキュ。呪い打ってもしょうもないから。かといってこのミミッキュ取っとく意味もないしな。バキロカーもハゲて、ハゲ散らかして、引っ込めたらチーラの A アップもなくなるから。かといって呪い打つうまみもない。どうしたらいいんだこれ。トリックルーム貼ってくるかな。トリックルーム貼られて三日月の舞されると、海洋ガが暴走してきてやばい。じゃれつく打つしかないか、ここ。殴ります。相手が何してきてるかというと、トリックルームか、サイキネとかで、落としに来る。オッケー。いや、これだったらいいや。トリル貼られたらどうしようと思ってたけど、ミミッキーが落ちて、これシャンデラのシャドーボールで落ちるよな。冒頭で言った通り、こいつ特攻種族士バケボンで、今回控えめで使ってますから、特攻にさらに補正をかけてるから、ただ、シャドーボールの技の威力が低すぎる、プラス、クレセの耐久が高すぎるのがちょっと、決してシャンデラが弱いわけではないんだけど。オッケー。クレセ倒して、寛容が、オッケー。ね、シャンデラのいいところは、炎タイプでありながら、草技を自然と採用できるっていうね。炎タイプで草技を覚えるポケモン多いんだけど、ソーラービームとかになっちゃって、どうしてもなんか大魔前提で使わないといけないポケモンが多い中、こいつはエナジーボールっていう、ダイマックスしなくても雑に打てる草技を使えるから、オッケー。で、そのまま海洋が飛ばして、相手のラス位置が何かだけど、サンダーね。これは勝ったんじゃないっすか。トリックルームもあるし、トリックルーム、シャンデラはあとトリックルームとかトリックみたいな、補助技も結構豊富なんで、暴風混乱しなかったら、多分大丈夫。混乱してもなんか、ワンチャンバドレックスで詰めれると思うけど、トリル、これ羽休め連打してくるかな。トリルカラス目的で羽休め連打してくるんだったら、さっさとバドレックスに引きたいんだけど、相手してもそれ分かってると思うから、こっちがバドレックスに引くタイミングで、サンダーに暴風とか打たれると、ちょっと羽連打が、バドレックスに下げた方がいいんかな。羽連打でこれトリルカラス落としてるよな。いやでもな、さっき言ったみたいに、引くタイミングで殴られてバドレックスが落ちると、普通にやばいから、シャドボ連打で跳ねやすい。やばい。ビビリだから交代できない。ビビリ君だから交代できない。交代してブリザードランス打ちに行った方が、勝率高いの分かってるけど、引いたタイミングでサンダーにこいつで、怖い。特防下がる。この特防なのちょっとでかいんじゃない？ただ雨が降ってるから、オーバーヒートを打っても、技のダメージがしょうもないんで、跳ね。もうダメだ。トリルからされたわ。シャドーボール。雨もここでやむんかな。弱すぎたわ、選択が。選択が弱すぎたけど。はい、雨上がる。で、トリル残り一旦か。ここは、てか相手のサンダーさ、遅くね？ボールチェーン。相手、そう。てか、それでは、なんかおかしいなと思ったの。トリックルーム貼ったのに、なんか相手のサンダーのが先に動いてきてるんだよね。あれか、耐久ぶりサンダーで素早さに全く振ってないみたいなやつか。で、バドレックス上げて、これ、ただ、こらえる、で、イバン、ブリザードランスで倒したいけど、相手がイバン、バドレックスを警戒してくる人だったら、春休みとかが入ってくる可能性がある。ただ、バドリックス多分 HP74 あれば耐久サンダーの暴風とか耐えると思うから、最悪跳ね休みされてもなんとかなるっていう。熱波OKOKOK。絶対やけどすんなよ。はい、OK。で、これで、イヴァン発動して、ブリザードランスで、ぶっ飛ばして終わりっていう。綺麗に。綺麗、じゃ、け、
結構負けそうだったけどな。シャンデラで結構クレセ、カイオーガ、サンダーまで荒らしたけど、普通にサンダーでポケモンが強すぎて、マジ、結構負けそうだったけど。対戦ありがとうございましたということで。あ、もう一戦、引き続きやっていきますか。ツイッターでも言ったんだけど、買い物行きたいって思って、2週間が経過しました。まあ、買いたいものが、これって決まったものがあるわけではないんだけど、もう買い物に行きたい。まあ、ウィンドショッピングってあるやん。そういう感じで、まあ、適当に散歩してて、まあ、なんか、う、これやみたいなものを見つけて、その瞬間にそれ欲しいなと思って買うみたいなのをやりたいってのを、まあ、ツイッターで言ったんだけど、まあ、この動画の概要欄にもね、僕のツイッターのリンクあるんでね、まあ、ぜひね、フォローよろしくお願いします。まあ、ツイッター以外にもインスタとかもあるけど、まあ、基本的に SNS はツイッターしか動かしてないです。で、バドレックス、バドレックスミラーか。相手のバドレックスに対してはシャンデラ強そうだから出していいけど、まあ、ウーラオスとかポリゴン2とかミミッキュに対しては弱いから、ちょっと出すか迷うけど、まあ、行っちゃいますか。気合の助けあるから、なんか無理やりトリックルーム張って、まあ、バドレックスで暴れ散らかして、まあ、ラス1化けの皮ってなんやかんやできるミミッキュで、まあ、詰めるみたいな感じでいいと思う。よろしくお願いします。まあ、一応なんか買い物行きたいなっていう気持ちはあったから、まあ、2回ほど、運動がてら、日光浴びるがてら、まあ、散歩に行ったんだけど、まあ、その散歩のコースで、まあ、服屋の前とかも通ったんだけど、まあ、ちょ、いい服欲しいなって思うと、やっぱ値段がそれなりに高くなるじゃん。で、高いところの服屋って、まあ、敷居高くて入りにくいやん。で、前通って、そのまま帰ってくるってのを2回やった。ただ散歩しただけのジジイ。てか、相手のウーラオス連撃なんだけど。連撃はやばいですよ。あの、水流連打が連続技だから、まあ、シャンデラの気合の助け貫通してダメージ与えてくるっていう。これ、バドレックスって、ウーラオス受けれるんかな？てか、まあ、シャンデラで突っ込んだところで、解決にならんから出すか。え、こいつなんかめちゃくちゃ耐久が高くて、これ、まあ、ありえんレベルの耐久してるから、ワンチャンね、まあ、こっから、後出しから切り返せる性能がある可能性はある。あ、まあまあ、声優連打だよね。これ多分半分入らないんじゃないかな。じゃ、入るかな。まあ、入ったら終わり。入ったら終わりです。入ってないです。硬すぎ。硬すぎるだろ、こいつ。等倍、ウーラオス、言うて攻撃種族値130あって、まあ、等倍でこれってやばいだろ。ってことは、こっから大魔すれば、まあ、多分ウーラオスは倒せるから、まあ、大魔切りますか。まあ、多分タスキだと思うけど、まあ、タスキだろうが、タスキじゃなかろうが、まあ、相手のウーラオスを一撃で落とせる技、あんまないから関係ないんだけど、ちょっと水飲みます。前も話したけど、このバドレックスのダイマックスだけ、専用モーションっていうか専用エフェクトみたいな感じで、青い光が出るみたいになってるのいいよね。この、何ケンタデ環境の中でも、特別な禁止伝説級ポケモンだけにある特別なエフェクトみたいな。今後もなんかこういうの出してほしいよな。え、待って、これ相手カウンター押してきた。カウンターしてきた。もうダイナックルが予想以上にダメージ入ってないから、まあ、相手視点的にあれなんだろうな。バドレックスってなんか最近、あ、OKOKOK。次の攻撃も耐えそう。バドレックスって最近、その海洋が意識とかで、まあ、草技入れてるやつがいて、まあ、草技飛んできたらカウンターで飛ばせるやん、みたいな感じで、まあ、打ってきたんだと思うけど、逆にそれがいい感じに働くと。しかもこれ、何が最強かって、まあ、ちょうど2番圏内入ってる。で、さらに、まあ、これでダイナックルと、まあ、ダイアースで相手のウーラオスを倒しつつ、まあ、特製白の稲鳴きで、攻撃力上がるっていう。まあ、ここダイアース打った理由は、まあ、一応なんかダイナックル読みでミミッキとか出されるとめんどくさいから、まあ、違うタイプの技打っとこうって感じで打ったけど。白の稲鳴き。最近なんか馬娘なるゲームが流行ってるらしいからね。これが俺たちの馬娘です。バドレックス。相手エースバン投げてきたけど、ダイオールしてくるかな。で、エースバンってダイオール持ってる個体そんないないから、まあ、警戒しなくていいか。不意打ちがあるかどうかなんだけど、まあ、不意打ちあったところで引いたところで何の解決にもならんからそのまんま。不意打ちやめて、不意打ちやめて、不意打ちやめて。でかっ通っていく。ちょうど、まさかのなんかウーラオスに無理やり後出しからウーラオスとエースバン2匹を持ってくっていう、ありえんスペックを見せつけていく。で、相手ラス1バドレックスじゃないのかな、禁止伝説キーワーけど。これ想像以上の活躍なんだけど、神調整じゃん。ピカーはバドレックスを繰り出した。
まあこれバドレックスでこっちの3枚抜きしなきゃいけないけど、まあ気合の助けあるシャンデラと、まあ化けの皮ってなんやかんやできるミミッキュだから、まあ詰め切れないと思うけど、まあここ第2は切ってくるかな。こらえるでいいか。やべ、ダイマ切ってない。これ何、剣ロマンとかされてたらえげちいことになるけど。あ、トリックルームか。あーやだ、トリックルームも、あれちょっと待って、これ俺がバドレックスで相手のポケモンを3分の2体持ってったけど、こっからもしかして相手のバドレックス1匹にこっちのポケモン全抜きされる。ちょっと待って待って、これトリルどっちが早い。一応このバドレックス素早さには努力値振ってないんだけど、相手のバドレックスがちゃんと偉くて、トリル前提の素早さに加工補正をかけたり、個体値を落としたりしてたら、まあ、相手の方が早い。相手ダイワックスしてくる。てか、ま、外出てね、思ったんだけど、まあ、最近なんか花粉症のシーズンで、花粉症の人には辛いみたいなシーズンじゃん。で、俺は、俺自身のことを、まあ、花粉症じゃないとまでは言わないけど、その花粉症辛いって言ってる人たちよりは、まあ、そんな症状がひどくない。って思ってて、まあ、鼻水もね、まあ、特に出ないんだよね。まあ、目がちょっとかゆいぐらいで、まあ、たまに鼻がむずむずして、まあ、くしゃみが出るかなぐらいの、まあ、症状なんだけど、あ、玉か。まあ、これ、ミミッキ投げて、身代わり連打して相手のダイマックスターン枯らしつつ、まあ、トリルターンも枯らして、あ、大最高。まあ、詰めていけばいいかな、みたいな感じで。くしゃみが、まあ、たまに出るんだけど、今は COVID-19 が流行ってるから、まあ、マスクつけるの必須みたいなとこ、まああるじゃん。化けの皮取れて、で、まあくしゃみするときも、マスクしてるんだけど、まあそれでもくしゃみってやっぱパワーあるから、まあ、パワーあるっていうか、まあなんかしぶき感染が怖いじゃん。パワーありそうじゃん。そういう意味でさ、ちょっと伝わってると思うんだけど。だからくしゃみするときは、まあ、手で覆ってやるか、まあ、もうこらえるんだけど、みたいな感じでこらえるんだけど、まあ、人いなかったらくしゃみするんだよね。やっぱくしゃみする瞬間ってなんか気持ちええくないですか？そう、気持ちええな、謎のなんか快感があるから、まあ、人いなかったら、まあ、するんだけど、まあ、でも、鼻水出ないとは言ったものの、鼻からも空気が勢いよくブフンって出てくるから、まあ、それと一緒に鼻水が出てきて、マスクの中がびちょびちょになるから、ちょっと花粉症死ねって思ったっていう。これ負けないよなぁ。まあ、マスク社会、もう慣れたけど、まあ、やっぱ、鬱陶しい部分はあるよね。鼻水でびちょびちょになったり、あと俺朝飯でよく納豆食って、まあ、コンビニに行くときあるんだけど、まあ、たまに歯磨かずに出ると普通にマスクの中臭すぎてゲロ吐きそうになるしね。やっぱ密閉感しんどいみたいなのあるよな。あ、A ダウンでかい。てかバドレックスのなんか攻撃された時のカチャカチャみたいな。カチャカチャみたいな音おしゃれすぎる。まあ、ここは呪い打って、まあ、雑に退場して、シャンデラって見せてたっけ？あ、見せてるか。相手視点的には多分あれだろうな。ここトリックルーム貼って、で、10万馬力、地面技あったっけ？ 10 万馬力あれば、まあ、シャンデラにもダメージ与えれるから、まあ、抜群ついていけるみたいな。まあ、命の玉だったしね。で、俺のパーティー、その、ルカリオ一番上に置いてるじゃん。これルカリオ使ってる時に何回も言ってるんだけど、まあ、一番上にルカリオ置くことで、あ、ルカリオが気合の助けなんかなみたいな。他のポケモンタスキ持ってないんじゃないかなみたいな思わせといて、まあ、実はこいつがタスキだよーんみたいな。まあ、偽装も兼ねてるから。まあ、ここはシャドーボールでいいや。オバヒは外れる可能性あるからね。あー、まあそうだよな。14馬力。残念でした。やめよう。ちょ、うざすぎるから。対戦ありがとうございました。ということで今日は、まあ、第5世代、一種地方、人気ナンバーワンポケモンの、まあ、シャンデラを使って対戦していきました。シャンデラはね、まあ、どの環境でも、なんかめっちゃ強いってわけじゃないけど、まあ、弱い方でもなくて、なんか常に65点ぐらいの点数を叩き出せるスペックが、まあ、あるんで、まあ、好きな人はよかったら、まあ、今そこそこ強いんでね、使ってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ！